どうも、ブヒケンです。本日は水曜日。さて、マフラーの続きですね。反対側を外して、やっぱ同じ箇所でちょっと切り離して外して製作に入っていくっていう感じなんですね。そう、それと昨日仕事が終わった後にジョコンダさんの燃料ホース外したんですよ。もうこんなになっちゃってるんですよ。外はね、ステンメッシュなんで綺麗に見えてるんですがね、中のゴムの方がね、上も下もダメですね。なんでちょっと外して、一応ホースは注文したので到着したらそっちは交換と。そうですね、もうこのホースにしてから結構経つので、しょうがないっちゃしょうがないですね。7年8年使ってるんだ。よし、こんなもんですよ。でちょっと作業の前に銀行に行ってきます。なんていう製作予定の3100のパーツ、エンジンとかマスタング2とかブレーキとかもうほとんどシーションのところに届いてるんですよ。ちょっとミッションを今回購入したので、そのお金を振り込みに行ってきます。ちょっと行ってきます。はい、行ってきました。今日は暑いな。だいぶ涼しくなってきましたよね、朝と夜は。やっぱね、昼間はダメだ、暑い。今 700R4 のミッションですね。トルコン込みで、あとは送料、到着したら送料着払いですけど、送料がいくらぐらいするかな、ミッションだと。それはちょっと待ちましょう。この2台が終わったら、師匠のところに今その届いた部品全部まだちょっと置いてもらってるんですが、それを全部運んでこようと思いますね。何しろ終わらせないとな。どっちか1台でも終わってくれるとね、次が入るんですが、なかなかいろいろ出てきてしまいましてね。やっとこう。よいしょ、ちょっと潜りますね。さて、この太鼓の部分を、よいしょ、切るのですが、ちょっと下へ落とさない。こっちは外れるな。こっちは一箇所だけで外れますね。メンバーの下を通ってるんですよね、こっち側は。で、向こう側はメンバーの中を通ってた。なんでかっていうと、ミッションメンバーがこう斜めについてるんですね。すごい角度で。多分そういうのは売ってるんでしょうね。で、それを避けるためにこうしてあるということなんですね。だからこれはネジ全部外して、ちょっと下へ落としてやれば、取れるな。よしよし、ちょっとネジ先外しちゃいますね。はい、出ました。3箇所でフランチで止められてるんですよ、大概ね。そのうちの1箇所がやっぱパーステポンプのギアボックスが邪魔になって締めれないんでしょうね。1本だけボルトナットになってますね、上下で。これはありがたい、実にありがたい。下からじゃどうしようもなくってそうしたんでしょうね。なんでそこだけはこの上型からアクセスしてちょっと外しますね。よいしょ、見えますかね、あそこにあるの。上にナットついてるでしょう。で、他の2本はナットがないんですよね。よし、だから上から外そう。ちょっと届くかな、手が。なんとかして。いや、ほんとね、車種によってね、あれなんですよね、車種だ、作り方によってどうやって外すんだろうっていうのね、結構あるんですよね。こうなってくれてるって実にありがたい。工具も手も何にも入らねえよっていうのいっぱいありますから。よし、ここかろうじてなんとか届くからいいな。なんとか届くよ、ほら。よし、問題は外れるかだけどね。ちょっと待って、邪魔なものを取ろう。
外れた。よしよし、外れましたよ。うん、では残りは下から。で、あそこを外せば全部外したことになるのですが、まあ見てください。昨日掃除したところにもうガソリンが伝ってますね。あそこね、もうすぐポタッと落ちるぐらい。まああれは向こうから伝ってきてるんだけど、ここね、ここ独立してここだけで漏れてますよね。伝ってきてここじゃない、ここで独立して漏れてる、多分ここだと思うんだ、これ。うん、どうするか、ちょっと向こう方見てみましょうね。わかりますかね、ここから伝ってこう、あそこ、ここに溜まってますよね、ここに。うん、まだポタって落ちてない程度の漏れなんですがね。で、よいしょ、これグロメットとこ、グロメットじゃねえや、めくらになってるとことかじゃないみたい。どうも、よいしょ、ちょっと今映すね。どうやったらわかるかな、わかるかな、こことかここだったらこの辺がしっとりしてるはずなんですけど、ここは何にも濡れてないんですよね。うん、ここの角、ここっぽいんだよな。ここっぽいんだ、ほら、ここ溶接の継ぎ目んとこ、ここから漏れてるっぽいんだよね。ここ、うん、よいしょ、ね、まいったな。参ったね。ちょっとね、まあでもね、これダメなんだよね。でもこうやって出てきちゃうってことは穴が開いてるってことなんだ。どうしますか、オーナー様。ちょっと予算がね、そろそろちょっと今日25日なんで計算するんですけど、後で思いがけず、やっぱパーステのポンプの交換とか、まだギアボックスもわからないので、でエンジン調整とかもこれからなんですよ。エア抜きやったりとかもね。でマフラーをもう作り始めてるので、部品代といろいろもろもろ考えていくと、多分最初にいただいた予算ちょっと超えちゃうんじゃないかなって思ってて、まあ多少超えてもまあ、全然サービスでやっちゃうんですが、タンクとなると、ね、昨日も言ったんだけど、ガソリン抜いて下ろして乾かして補修って形になるんですよね。どうする？しかもこれドレンないよね。ドレンないな。あ、そこの目くら外して抜けってことかな。どうするか。ちょっと考えましょうね。考えもクソも、見たから、漏れてるから直さなきゃならないんですが、まあ、とりあえずマフラー外そう。とりあえず。切断して引き抜きました。ただ問題、こっちも下がってるんだけど、やっぱ一箇所ね、下のナットも外さなきゃダメみたいだな。スポッて抜けてくれるかなと思ったけど、抜けないんだね。くそ、ちょっと潜って やれるか。外れました。はあ、重い。ちょっと向こう持ってきますね。はい、こっちへ運んできました。こっから後ろは作ったばっかみたいですね、太鼓から後ろ。ああ、
ね、やってよかったね。太鼓腐ってんですよ穴開いてる。うん、この辺のもね、排気漏れすごいね。よし、さてと、通す位置はほぼ同じ場所を通すしかないんですよ。そう、それと同じ場所で作るんですが、ヘダース側からここに刺さってて、でこっからリアに行くんですけど、入っていく位置がやっぱフラーマスターでもちょっと違うんですね。あのこの辺に出てるやつもあるんですけど、まあ真ん中のやつもあるけど、ここで入ってここで出るので、ここまでなりで作ってそのまま後ろ行くと若干こっちへずれちゃう感じになっちゃうんですよね。そうするとここの位置がちょっと変わってくるので、もうやっぱり現物合わせで行くしかないなっていう感じですよね。ここは再利用しようかな。ここまでね、結構ね、複雑な角度がついてるんですよ。よーく見るとね、全部まっすぐには作られていないんだ。ちょっと耐えれるかどうか一回この辺で落として、ここがちょっとな、あんまりな。ちょっと見てみますね。はい、今薄く出てるサビを落としているのですが、よいしょ、やはり穴が開いてるところはないですね。でここで接合されてたんですが、ちょっとビートを全部スムースして見てみたところ、何箇所か穴開いてるんですよ。うん、あの鎖でじゃなくてね、溶接された時のね、巣穴みたいのね、それをちょっと埋めてまたスムージングしてってやれば多分大丈夫。こっちはね、うん、今とりあえず外せるようにフランジをちょっとつけてあげて、ちょっと現物合わせで合わせてみましょう。一回ちょっと取り付けますね。よし、ちょっと潜ります。この辺だけ見えりゃいいな。うわ、腰が痛い。こいつが刺さって、あら、刺さらないじゃん。刺さったで、よいしょ。はい、今仮付けしてあっちこっち調整をとってるんですけど、よいしょっしょ、よいしょっしょ。あれ、ここ作られてるね。ねえ、まあいいや。まあそうですね、こんな感じに、そうだな、つけてく。でこいつ自体はこういう振りはちょっとできるんですけどね、最初についてた位置よりもちょっとこっち側にしましたね。本当の正規の位置、こいつがね、の位置で取り付けていくとメンバーにね、もう本体が当たっちゃうんですよ。んだもんで、最初取り付けられた位置は正規の位置よりちょっとこういう感じで付けられてた。よいしょ。まあまあよくあることですね。でちょっとこれでフランジと、よいしょ、よいしょ、こいつを仮付けして、仮付けっていうか位置出しですね。んでチェリーボムの位置も出すという感じでやっていきます。よいしょ、すげえ匍匐前進で作業だよ。なんかちょっとやりやすい方法ないのかな。ああ、入っちゃった。入っちゃってやりづらいんだな。はい、これでフランジの角度が出ましたね。微妙にこうですね、やっぱり水平ではない。でこっちにも印がしたんで、これをちょっと合わせてみますね。よいしょ、合わせるとここがこう、こう、あ、結構ちょっと角度つくな。こういってこっち側はそうね、このぐらいちょっと角度がつく。印を合わせるとここ、うん、はい、若干やっぱ角度がついた形になりますね。
うん、これでつけていきます。はい、とりあえず1枚目のフランジ、これがさっきのどこにくっついて、下だな、こうだな、こういう風にくっついて、やっぱ若干角度つくね。で、ここから後ろが、なんだっけ、チェリーボム。なので、また仮組みして、今度はチェリーの位置とフランジをつけるところを出していきます。くしめていい？1本だけ若干のあれが出てるよ。これで全て必要なものが分かりましたね。ガスケットはまあ右と左合わせて8枚必要で、マフラーハンガーはもともと1箇所2箇所しかな、片側2箇所しかなかったのをちょっと4箇所に増やしますね。なんでマフラーハンガー、8個で、フランジは片側だけでこれだけ使うので、左右合わせて16枚で、クランプ、これもハンガーと一緒のところでクランプで留めるので8個と、これだけ必要になってきますね。